して北海道日本ハムファイターズ、千葉ロッテマリーンズ両チームの皆さん、そしてエスコンフィールド北海道にお集まりの皆さん、どうもハッピーです。今最も世界中でも夢が一番詰まったここエスコンフィールド北海道でマイクを握らせていただいていること本当に感謝しております。どうもありがとうございます。今日ご来場くださった子どもたちに伝えたい言葉があります。 1% の可能性があれば何だってできる。残りの 99% の不可能や苦悩を楽しむことができれば、その夢は現実となる。この言葉は4年前に新庄監督が僕にくださった言葉です。皆さんもファイターズの選手のように、たくさんの人々に勇気や感動、夢を与えれる、そんなヒーローのような大人になってください。そして今日は母の日です。皆さん、お母さんを大切にしてください。そしてファイターズファンの皆さんに一つお願いがあります。今からファイターズガールさんと共に北海道日本ハムファイターズ公認応援ソング We are Fighters を歌わせていただきます。ぜひともタイトルコールを皆さんとご一緒にさせていただきたいんですが、どうでしょうか、よろしいでしょうか。いいよという方もリアクションお願いします。ありがとうございます。それでは僕がウィアと言いますので、皆さん心の底から腹の底からファイターの選手たちにエールを送るつもりでファイターと叫んでいただければ嬉しいです。